シームズ。半分ですからね。体力の回復が遅いけども、まあ今仕事中なんでみんながいるのでしょうがないんですが、今日褒めれてないので、もしかするとみんなの友好度が下がるかもしれないんだけど、なんかこれ評価なんだけどね、3以上が難しいね。やっぱりその、何?待ち時間がどうのっていうのが、どうにもならない。待ち時間云々系がね、結構難しくって、やっぱり固まっちゃうし、で、雇える人数も決まってるし、で、待ち時間であんまり怒らなくなるっていう特典を取ったんですけど、それでもやっぱりね、ダメだね。あとはもうトレーニングかな。ちょっとこれも取ったらね、従業員のトレーニングのお金を下げて、600円とかするので、まあ、ガンガン使ってもいいんだけど、ちょっとね、何が起こるかわからないから、で、どんどんトレーニングもね、させたいんですよ。その一般的なやつはもう終わってるんだけど、みんな。それの、その次のトレーニングがですね、これね、普通のトレーニング。この一番上なんて1500円かかりますから、高度すぎるためだから、多分これ受けられるようになるには、それなりにみんながレベル上がる必要があるんじゃないかなと予想してるんですよね。まあ、ちょっと初めてやってるのでね、全然違うかもしれないんだけど。なので、まあ、皆さんにはどんどんレベル上がってもらってね、患者さんにも快適な、ね、病院の、安心して受けてもらいたいので。まあ、施設的にはね、結構整ってると思うのよ、ここ。ね、中庭もあるしさ。私はいいと思うんだけど、ただここにね、院長用のこの廊下に、ここ走り回れる場所にする予定だったんだけど、ペットたちがね。場所があまりにもなくて、ちょっとまあ、これ以上建物を広くするのも、掃除機的に大変かなと思ったんでね。これでやっちゃってるんですけれども。まあ、みんながね、自由に使ってくれてるので、まあ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 っていうところで。衛生も下がってきて、楽しさも下がってる、そしてみんな固まってる。もういいんじゃない?起きてちょうだい。起きてもらって、ちょっとワンちゃんと戯れてもらって、あ、行ってますね。いいよ。どうなってんの、ここ。ぐちゃぐちゃだし、汚いし。汚いし、お、元気元気。いいじゃん、いいじゃん。楽しく楽しくやってもらって、で、ご飯食べてもらったら、ちょっとシャワーも浴びましょうかね。多分もう、どうだ、9時間ぐらい経ってるかな。超元気だって。時間は、あ、10時間経ってますね。じゃあもうここでちょっと一旦、従業員の体力もね、気にしてあげなきゃいけないので、閉店。閉店、ピピー。やっぱあれだな、なんか私が働かないとさ、ポイントがさ、全然たまらないよね。やっぱりなんかそういうのあるのかな。自分もちゃんとやらないとダメみたいな。ちなみにスキルなんですけど、トレーニング終わってて。獣医さんが8ね、8。あと2つでマックスなんだけど、まあ、彼女が死ぬまでには、ちょっと、上げ切りたいなと、思うんだよね。あ、おトイレ。おトイレ行くか。まあ、その前にちょっとこれ、モップかけよう。汚すぎる。モップかけて、トイレに行きまして、そして、ワンちゃんにご飯を、グラントくんね、ご飯をあげて、そしたら、ちょっと彼とね、一緒に、あれしたい。あ、ちょっと待って、トイレじゃない?これ。なんか赤くなってたよね、今。大丈夫?これをやりたかったんで、一緒に。初トレーニングを。コースに今呼んで、起きて食べたらかな。食べ 食べてる隣でもめちゃめちゃ元気じゃん。これやってみよう。障害物コース。初障害物コース一緒に。来てくれるかな?ててててーん。さあ、夜の障害物コースでーす。多分初めてだから結構ミスはしちゃうんじゃないかな。あ、請求書。なんか真っ赤なんだけど、これトイレかな?なんだ?ちょっと終わったら確認しよう。トイレでも赤くなりますからね。ホームで、107円。払います。払いまして、終わったのかな?待って。そしたら、ここで、トイレに行くように言う。多分トイレだね。トイレに行くように。
トイレ行った？トイレしていいのよ。おまおまおま。トイレ行くように言ってもらって。トイレに行くよ。なんかさ、おかしくなってんだけど、左側が。トイレ行くように言ってもらって、OK かな？トイレ、あ、治ったね。トイレだったみたいですね。そうしましたらば、また、ちょっとお腹空いてるので、軽食を食べましょう。軽食食べといて、お出かけがなかなかできないね。追われちゃってなかなかできませんが、まあ、ここいらでちょっと一旦、出かけてみようかな。ワンちゃんもいるしね。そうだね。じゃあ、オープン、10時になってオープンはしますけど、お祭りも起こらないので、ちょっと二人で、ワンちゃんと二人で、出かけましょう。新しいマップに。めっちゃ人いるやん。これ従業員雇ったらダメだもんね。雇うというか一緒に連れてっちゃね。そしてワンちゃん選べないんだけど。あ、いた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 。よしよし。一緒に行こう。一緒に、お出かけ。初だね。このシーズン6、初めてこの港から離れますよ、私。さあ、初めての外出でございまーす。ございまーす。いやー、なんかね、埋まってきたね。埋まってきましたね。10個。10個あります。まあ、この辺はね、最初からあると思うんだけど。ここか。これか？わかんないけど。では、なんかね、仕事のやつと、これ都会だと思うんだよね。これが仕事のやつかな。こっち押してみよう。これかな？狭くない？マジで私一度も見てないんだけど、狭くないですか、これ。これだけしかないの、この街。どうしよう、じゃあ。なんでこんな狭いの？ここ住めるっぽいけど、なんかここが特殊なのかな？店舗じゃあこのちっちゃい可愛らしい店舗、行ってみようか。なんか、やっぱあれかな？仕事がメインだからかな？その、ジョブとかがいっぱい増える場合には、マップは小さいみたいな感じなんですかね。ちょっとわかんないけどね。まあ、このシーズン6が終わったら、ちょっと仕事関係にもね、手を出してみたいなと思うんだよね。今までなかったやつだし、なんか探偵とか科学とか、まあ、前も言いましたけど、そのパン屋さん的なものもできるっぽいので、せっかくならちょっとね、パンとか作ってみたいですからね。いやー、なんかどうでもいい話なんですけど、まるみちゃんじゃないけど、なんか私も正月太りしててすごい嫌なんだけど。痩せなきゃねー。